というわけでトップ4は村上選手対手浅選手ということで、ティム・レネギー VS グリクシスコントロールと。ヘビーのデッキリストですか。ヘビーデッキリスト M4 上では結構ありますかね。一応そうですね、ゴードラしてるのは見た気がします、はい、チュパカブラが入って、僕が見たやつはチュパカブラが3、4枚入ってた気がします。チュパカブラ唐突すぎますよね。なぜなぜ巻き付きヘビーは、まあちょっと MO にリストが多分あると思うので、 What's happening スペース MTG なんかでググると出てくるかと思います。一応今巻き付きヘビートップ16にいるか今探しているんですが、さあゲームは始まって、沢選手がワンマリガンだったんですが、しっかり戦術で土地を積み込んで、キバナガジュのコット、そしてこう実は手浅選手カード全部光ってるんですよね。そうですね、綺麗ですね。アンヒンジの土地も光っていますね。さあキバナガジュの子に対して対処できるかということは対処できません と、このカードが対処できないと厳しいですよね。さあそして道路の召使い、あ出てきましたね、エネルギーが。あーここはエンドマイン決めてきた一押しと。はい、土地が止まっている寺澤選手ですが、まずは4枚目土地が引きたいですかね、3枚目引きたいですかね。さあただアクションはしっかりできそうです。はい、3マナからお、もう一番強いのいきましたね。出ましたね、翡翠光のレンジャー。おー、しかも探検ですね。これはこの状態で土地2枚は最高ですよね。すごいですね。さあ一気に回復した寺澤選手、マリガン分もなくなりましたね。今まで、ちょっともう対戦相手からしたらテンション下がりますよね。サイズどうでもいいしっていう、どうせやるつもりだとしてる。あ、そして先ほどのゲーム活躍したダルキ、団結ですね、アルゲーロの団結ですが、ティムに対していかがでしょうか。んー、いやちょっときついです。やっぱり盤面が落ち着いてれば強いんですけど、はい。さあそして一気に畳み掛け2枚目の翡翠光のレインジャー。さあこのチクレイは落としてとんでもないですね、このクリスチャー。凄まじいカードですね、翡翠光レインジャー。無駄カード落として4-3になるわ、土地2枚くれるわ。何ですかねこのカード、素晴らしいカードですね。 4-3 じゃあ翡翠光レインジャー、もちろん戦争国の看板カードなので春屋でも販売しておりますので、はい、いや こいつすごいですね。すごいカードですよこのカードは。いやマジ宇宙、宇宙ですね。ダークコンフィダントを彷彿とさせる。部族は本当に戦いそう。あ、確かに部族に対して強いのはコントロールということで、今回コントロールの流星はこの部族が多かったっていうのもあるんでしょうか。そうですね、ちょっとやっぱクリーチャー同士のシナジーとかはあると思うので、はい。さあ一気畳みかけます。とんでもない、団結を起動する余裕なんて全くないですねこれは。さあマリガンも何のその 4-3 となってしまって、しかも強いカードを残すか、チクレイナズマのような無駄カードを捨てるか選べるということはもうならずもん先生を超えていますねこのカードは。まあこの状態でまず1回目が強かったですよね、土地土地っていうのが、はい。さあそして村上選手ここでドローは引きに行くのはちょっと厳しいですか。強い魔法区で通りも8点、8点、そしてそしてつむじ風の巨匠、これはカウンターしますが、これはもう手浅選手追い込み済みですね。手札には栄光をもたらすものが控えている。はい、あ、赤白タヌキですね。実はトップ16には姿が見えます。レインジャーやばいですね。さあどういくか、まずは全体除去はないとゲームにならないというところですが、一応機械巨人でライフゲーム回せて生き残れるかも。はい、さあさあしかし、さあしかしお構いなしにと、しかも手札に本質の産卵がありますね。おお、そしてこれはゲームセットと、まずは電光石火で沢澤選手が1本取りましたね。ティムレエネルギーといいますか、レインジャー、レインジャー、翡翠光レインジャー強すぎますね。すごいカードですね。そうですね、エネルギー規制ます。逆に規制されていなかったらみんなエネルギーやっぱ意識してしまうので、もっと村上さんもサイドボール取る可能性がありましたね。さあ今回はお互い7枚スタート。はい、寺澤選手をアルゲール出てきました。残っていますね。サイドが構え合う展開が多いというのも予想していたんでしょうか。あとは先手でさばきやすいっていうのはあるかもしれないですね、はい。まあ、隙間で引いて、基本的には相手をさばいていって、うんうん、さあ3ターン目、あレインジャーですね早速。もうあここは対応して除去していくと。さあ預かるのは何ですか。これは強いですね。あ、戻しました。あ、これちょっとがっかりになってしまいますかね、これだと。そうですね、ちょっと死んでしまったので。はい。
4-3 でワンドローはちょっとできないですね。あの4-3は2回めくらないと4-3にならないんで、あのヘビと組み合わせで、あヘビで、なるほど、ヘビでヘビがちょうどいいと、4-3とワンドローが、フェニックストップ16にはいたと思うんですが、トップ8も高尾選手が、そうですね、2枚か3枚、あとマルドゥ期待にも入ってたかもしれないですね、はい、マルドゥ期待4ターン目ハズレトだった気がしますけど、ハズレトも入って、ハズレトは確定なんですけど、はい、追加で入っててもおかしくはないような、フェニックスも結構使われていますね、非常に強力なカードと。さあアズカントの探索は否認で対処し、あジェイスの敗北ですかね、もう結構カウンター入れてますね、入れてますね、こういうゲームを目論んでいるんでしょうか。つぶし方の巨匠も対処できるということで意外と当たるんじゃないかと、また相手の否認もカウンターできますね、はい。さあ今回は落ち着いた展開になっています。さあこうする、こうなるとアルゲールのアドバンテージが先ほどのゲームと同じく、はい、見事に村上選手のプランが、そうですね、ハマってますね、ハマっていると。寺澤選手があれを抜いているように、木花舵を抜いているように見えたんですけど、はい、多分黒が入っているデッキなんでフェイタルプッシュを見越して、うん、そういうプランを取っているのかなと思うんですが、まあ、腐らせようと。そうですね。さあ積み重ねの巨匠、やっぱりちょっとエネルギーが寂しいですね。そしてトークが出る前にボーナーの上で対処してしまおうと。昔だとやっぱりもう出た瞬間に3体だったり2体だったりっていうの展開できたんですが、はい、今はちょっとさすがにそういう展開は少なくなってますね、はい。それが青黒コントロールにちょっと弱くなったという要因の一つと、ね、さあここに逆毛ハイドラ、あ実況は細川くんです、そうです、ちょくんづけで呼んでいただけるちょっと恥ずかしいですけど細川くんです。さあ逆毛ハイドラに対してはレスポンスでまずはアルゲウでドローして、おこれは引き込みましたね、これはカウンターですね。逆毛ハイドラもやっぱりちょっとカウンターがないと寂しいですが、今は4つあるので戦場に出たらかなりの脅威と。さあ手札は重いカードで溢れています。本流の機械巨人とスカラベもいますね。さあ2枚目のガンガン、これは先ほど明らかにもうちょっとカウンターが切れてそうな感じだったので、はい、もうガンガン攻めると。さあそして通るか、これは通ってしまいま、あさあ本質の差の引き込み合いと通ってしまう、これ通ってしまいました。そしてアルゲオの団結で結構カードを引いているのでライフがないですね。先ほど使ったカード、エディクト、対戦で出るクリーチャーを一体生贄に捧げるカードがあれば対処しやすいんですが、1枚使ってしまったと。手を取ったら本流の機械巨人はありましたか、ね、はい。ただこれちらつくのがサイド後の否認ですかね。寺澤選手はしかし本質の3ラを持っているような強力ですね。もう機械巨人なら来いと。はい、ここはスルーと、うん、さあこうなってしまうと動く必要がないのが寺澤選手、追加しますがこちらに関してはどちらでもいいと。さあこれは本日の差で打ち消します。さあ村上選手は本当にハイドラじゃなければ、はい、といった感じなんです。ハンドブラスカの侮辱が、もう状況はたくさんあるんで本当にハイドラさえ対処することができれば、はい、さあただこの本流の機械巨人に頼ってしまっているのがこの本質の3ランに非常に刺さりますね。ただ村上選手多分意識してますよね、その本質3ランを、3ランなり打ち消し呪文なりっていうのを意識してるようには見えます、はい。さあまずは行くんでしょうか。手札濃厚ですからね、巨人。これは本質の3ラン。そしてただエネルギーがあまりないので実は除去を重ねていけば、いや結構あると思う。ありますかね、これダイス1個隠れてるんですけど多分10個ぐらい。あ本ですか、あこれまずいですね。さあアルゲーの団結が裏返ったんで機械巨人が通れば6点ゲインと。あ裏側はアクロソスの神殿、さあスカラベン巨人、スカラベン神、これは旅外な応酬もしかもケアしていくんですかね、あの土地によって生贄に捧げることで、はい、ただまあここで何かしらのアクションは強要されそうですが、はい、まずはチャンプブロックさせないと話にならないんですかね。これブロックブロックだけでもきついですけど、そうですね、寺澤選手ブロックされた時点でエネルギー3つ使ってなおかつ村上選手はそこで回復ライフゲームもできるので、はいはい、とりあえずブロックって言われるのが一番しんどそうです、ね、さあここで一番やらせたいのは本領巨人ってところですかね。むしろ可能性があるとすれば、なんか釣ってほしいですね、はい、釣ってくれる方が寺澤選手としては楽だと、はい、さあここでさあ釣りました、釣りました、対処できるか寺澤選手。
まあ、村上選手としては最低でもブロッカーは確保できるので、この呪文がカウンターされてもブロッカーは確保することができるので、はい、まあ、ほぼほぼライフがゼロになることはまずないだろうと。そうですね、最悪もスカラベでブロックしても全然いいですし、はい、さあこのボーナの上、今一応昇電を達成してるんですが特に意味はないですね。しかしこれはクリティカルですね。ハイドラもしっかり除去できる、はい、さあ土地しかないと一気に天秤が傾いてしまいました。はい、そしてもうお決まりの能力つきすぎというこの本流の機械巨人、あスカイ村上ですね。はい、もうアップキープに釣らないということは相当余裕がありますね。そして今引いたのは本流の機械巨人ですね。そして9点、9点、最後のカード引きますが、この状況を対処できるカードはかなり厳しそうですね。手札すごいですね。どうですかね、これ村上選手、寺澤さんが後手で、はい、2マナ域を減らすと分かっててプッシュを減らしてるとしたら相当すごいですけどね。あ、確かに引いていないですね。ここまで引いてないだけかもしれないですけど、はい、もしかしたらそういうプランをちょっと残ってるカード的にそういうプランを選んでてもおかしくないですね。コントロール対決、まるでコントロール対決を挑んでいるかのようなサイドボーディングですよね。おっと、しかしここで、しかしここは寺澤選手も本流の機械巨人、ただ打ち消し、そして否認を合わせますが完璧と。はい、さあこれで打ち消してゲームセットと。というわけで勝負は3ゲーム目にもつれ込みました。さあどうでしょうか、6枚はそうですか、ちょっと土地が多そうに見えますね。手浅選手土地ごつむじ風ですね。土地ごつむじ風、まあ、ただ1枚サイクリングランドなんで、はい、さあ、あ、霊気拠点ですかね、引いたのは。最初ゲームは6枚でお互い始まって、有力の山頂をお互いに、あ、2ターン連続タップインと。先に攻め手を引いているのはやはり手浅選手、つむじ風の巨匠、じゃあ通ってエネルギーは3つと。この巨匠が以前までの強さはないと言いつつも、やはりただでソフトを生み出すというのは強力極まりないです、ね、パワー3ですからね、はい、さあ攻めの展開は手浅選手望むところなんで、まずは攻撃と。今のところ理想通り、はい、今多分否認も引いたんで、はい、このターン2マナを構えながら騎馬長銃、しかも騎馬長銃と。そしてちょっと除去が重い、あー、中点人がいますね。まあ、キバナガジュには対処していくと。いやー、このあたり難しいですね。あんまり食いつきたくないんですが、ちょっとクロックが3点と心もとないので、はい、そしてサクハクと。いかがでしょうか、これは。これは否認と。さあ、やはりクロックがない限りはゲームは進んでいってしまうので、ここは寺澤選手も積極的にこっちは許さないぞと。もう手札が弱いんでもうしょうがないですね、はい、これはある程度割り切って。さあ、そしてチャンドラ、これが通ればというところですが、あ、これは通りますかね。ブラスカはありそうですかね。ブラスカの侮辱はあると。さあ、トップにあるのは手札に欲しかった翡翠光のレインジャー。チャンドラ強烈ですね。さあ、ここはブラスカの侮辱ではなく天才の片鱗に手をかける。さあ、寺澤選手の手が止まらなければ、はい、このチャンドラが対応された時の次のカードが重要になってくるんですかね。そうですね、次のドローが非常に重要ですね、はい、さあエネルギーと獲得して、さあまずは村上選手はチャンドラに対処ができるか、はい、ああ、そして手札に本流の機械巨人も控えているので、一度対処してしまったら一気に勝負は動きそうですね。さあプラス能力否認と。これは引きたかったですね。さあこの攻撃は手札が重いですね、村上選手は。ただブラスカの侮辱もしっかりあるんで、はい、ここのライフさえ守り抜けばどう動いていくか。さあ廃墟の地を起動しようとしているのでしょうか。あれですね、手札にプッシュがあるんで、これで紛争条件を達成して、はい、ちょっと懸念だった青マナも確保しつつ、うん、
この紛争達成のこのシナジーは地味ながら地味ですね。青黒はやっぱりちょっとこういうデッキは紛争を達成するのが難しかったというところで、そうですね、進化する未開地とかもそういう理由で結構入ってたりするので、はい、さあさばききれるのでしょうか。じゃあプッシュと、じゃあライフは9です。そしてお翡翠光のレイジャー、これは強力ですね。土地、おーすごい嬉しいような悲しいようなっていう心境で、ただこれがもし翡翠光のレイジャーなければ、そうですね、土地ってドローしなきゃいけなかったので、さあハミゾンの時チャンドラがギリギリ、あギリギリ残ります、ね、残りますね。これは大きいですね。プラスカンボジョクなかったんですかね、もしかしたら。いや多分持ってるとは思う、先に盤面を一掃させたんだと思いますが、はい、さあこれはテラサ選手いいですね。手札さらなるレインジャーも見えますが、おレインジャーに愛されていますね。さあ2枚目の破滅の時はちょっと怖いですが、ここはもう行きますと。チャンドラこれはもう残しますと。これは強力ですね。強いですね。4、3を残しながらトップにチャンドラ、仮にもう1枚破滅の時があっても大丈夫と。はい、さあ今度は考えなきゃいけない本流の機械巨人ですが、6枚目の土地がないんでしょうか。まだなさそうですね。あ、ありますね。お、墓地に落ちているカードは除去ですかねさあもう一瞬すぐ見に行きましたね。そうですね、6枚目の土地取ったということで頼むぞと。さあトップをめくります。おお、これは渋い。墓地にあるインスタントカードが、村上選手が望むカードが少ないとかなり効果的ですね、はい、ここで対応して。さあこの機械巨人あぶり出せるかもしれない。天才の片鱗あたりでしょうか。除去の方が良いですかね。除去不許可天才の片鱗あたりが対象になりそうですが、はい、まずこのプレイは通ったんでしょうか。このいや多分今村上さんが考えてて場に出ていい、今通しましたね。そうですね、場に出ていいですよ。そして対象を考えますと片鱗と。さあ片鱗は許可してとなると、ここは攻撃しないんでしょうか。うん、難しいですね。まあ一旦待ってもいい気はしますけど、はい、今ドローを奪ったので。さあただ攻撃すると一応チャンドラと合わせると、機械巨人がブロックに参加した場合は除去することができるので、はい、ただその展開は村上さんとしては望んでる展開ですかね。手札にもう1枚の本流の機械巨人があるので、機械巨人ブラス、そうですね、村上選手としては、チャンドラを使ってくれた方が楽に見えますね、はい、さあブラスカの侮辱がこれ手札に温存してるのは結構大きいですね。結構前からあったのに打ってないですね、はい、さあ寺澤選手ここは悩みますね。いやこれは難しいですね。あ攻撃いきましたね。さあここは見えてる基本的な巨人攻撃ということはもうチャンドラでおそらく除去するためにこうしているのでしょうか。さあただテイクされてもおかしくないですね、はい、あブロックしましたね。なるほど、もうチャンドラを使わせにいくとということは、あチャンドラエンドしました。さあとなるともう手札が濃厚ですね、ひたすら、うん、こうなるとちょっと厳しそうですけどね、はい、チャンプするにしてもちょっとしのぐのが大変そうですが、はい、ここはスルー。そして手札に本領キャラクターがもう1枚ある村上選手はターン終了と。これはけど村上選手はかなり楽になりましたね、はい、こいつだけだったらしばらく通しててもいいぐらいなんで、はい、さあ続いてのむさぼる死に火災の対象は致命的な人としてリムバ許可してスペルを追放した場合はプライチプライチになるんでパワーが4ですね。さあ、ただ、寺澤選手の手札にチャンドラが控えていることは村上選手は承知しているので、はい、それを踏まえた上で機械巨人は出しづらいと。あこれ登場のボーナの上ですね。さあこうなるとチャンドラを出しても機械巨人が控えているので、まず機械巨人のアタックで壊れちゃいます、ね、はい、使い捨てをチャンドラとするしかないんでしょうか。さて一応ブロッカーは持ってそうですね。あなるほど。さあトップは本流の機械巨人、ちょっと引きたいカードが非常にリムーブしてしまってますね。
愛知メディア一押し。さあチャンドラもいなくなっていよいよ手札に残るのは村上選手の機械巨人のみとなりました。もう盤石ですね。盤石ですね。打ち消し呪文アルゲール本領の機械巨人、はい、グリュクシスコントロール強しと。さあ道路名使いちょっと遅すぎる道路名使いが控えています。さあ起動する余裕も出てきてしまいましたと。もう2回2回ドローを見る前か1回ではなくもう2回連続で引くぞと。はい、スカラベも引きましたね。このスカラベ1枚のはずなんですが、マガニ選手スカラベに愛されてますね。ドローはかなり打ってますからね、はい、さあ変身もしてライフ面の、はい、心配もなくなって今2枚目のアルゲオン団結ですかね。さあこの20点を削り切るのが早いですからね、今のコントロールは。本流の機械巨人で、はい、道路ミスカンアタックはスルーと。2点、さあ残りライフ、残りが1、しかし遠い、この1点が遠い。さあまだ引きます。そうですね、謎門先生はこういったコントロールとのマッチでは非常に強力ですからね。はい、さあプラスカン侮辱と。手札が1と言いつつ実質ライフは7ですからね。もう7どころか7どころか無限に感じるぐらいの生成屋がつむじ風の巨匠のトークを生み出せないとワンドローができないので、かなり、まあ、非正規のレインジャーが入ったとはいえ、まあ、つむじ風ですよね、はい、生成屋と同じぐらいドローの質を上げてくれたりはするんですけど、やはり、エネルギーが残るかどうかっていうのが、はい、ということで村上選手が2勝1敗で勝利を収めました。